はい、皆さんこんにちは、リキです。こんにちは。このチャンネルはアニメのことを少しやっておりますと。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、本日はチェンソーマンですね。チェンソーマンの話題をしていきたいなというところでございます。チェンソーマンね、ちょっと情報が来ておりますので、こちらですね、公式ツイッターの方で来ておりますよと、最新ビジュアル解禁と、8月5日金曜日20時から新 PV 公開と、メインキャストが明らかにと、ウェブ特番を生放送、当日解禁のキャストが出演ですよというところでございます。はい、いよいよですね、8月5日20時からこちらの番組内で、新 PV とメインキャストですねが明らかになりますよというところでございますね。こちらはね、はい、YouTube のマッパチャンネルも見れますし、そしてこちらですか、ABEMA TV の方でも見れますよというところですね。はい、この番組内で発表されるんじゃないかなというところでございます。まあ結構待ちましたよね。まあ1年以上ですかね、アニメ化というところの発表ぐらいから、まあかなり、はい、待ったので楽しみですよね。はい、まあキャストの方が発表と、まあ新 PV もね、楽しみでございますよというところですね。はい、そしてですね、こちら、はい、ビジュアルもねこうやって来てますけども、藤本先生ですねのコメントがありますよと、藤本辰樹先生コメントと、ドロヘドロと呪術廻戦のパクリみたいなチェンソーマンを、ドロヘドロと呪術廻戦のアニメ制作会社がやってくれるんですかと、そりゃもう何も言うことないじゃないですかと、どうかよろしくお願いしますと。はい、まあ、藤本先生らしい、はい、コメントでございますね。ただいまね、チェンソーマンの2部ですかね、2部が少年ジャンププラスで連載されておりますよと、まあ、そちらもね楽しみですね。はい、というところで、そしてマッパですね、マッパの方もコメントを出しておりますよと、マッパコメントと、何としてもマッパが映像化したいと心の底から願っていました。チェンソーマンの映像化を待ちわびた世界中のファンの皆様にスタジオの威信をかけて最高のアニメーションをお届けしたいと思いますと、はい、いうところでマッパ制作でございますよと。はい、まあもちろんね、マッパは間違いないという、アニメーション会社でございますのでね、まあ呪術廻戦、まあドロヘドロもありましたし、そうですね、あとは進撃の巨人ですかね、ファイナルシーズンとかもありましたしね、まあ、進撃の巨人もね、また来年ですかね、あるんですかね、最後までありますよというところですね。うん、まあ、ですから、まあ、こういった、まあ、少しねグロかったりとかするんですけども、それをどううまくオブラードに包んで、制作するかというところになるかなと思いますね。マッパの腕の見せ所ではないでしょうかというところなんですけども、そしてねキャストですね、どんな感じになりますかね。まあ、デンジが岡本さんというようなことがちょっとね、巷では噂されておりますけど、まあ、僕まあまあカジさんでもいいかな と、エレン・イェーガーですかね、まあ、カジさんでもいいんじゃないかなと思ったりもしますし、あとマキマですね、深沢陽子さんですかねというところもありましたり、あとパワーですね、僕個人的には小松美香子さんがいいかなと、まあ、小松さんね、なんかこう、コロナにかかっちゃったみたいなんでね、大丈夫でしょうかね。はい、心配ですね。はい、そして秋ですね、秋は桜井さん、まあ、ゲトウスグルですかね、うん、というところもあったりとか、まあ、どうですかね、ここ僕、まあ、岡本さんでもいいかなと思ったりとか、まあまあ皆さんね予想どうでしょうか。あとポチタですかね、ポチタは、大谷育恵さん、チョッパーですかね、チョッパーの声が出てる方ですけどもっていう話もあったり、僕ここアーニャで行きませんかという種崎さんですか、種崎敦さんですね、良くないかなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、皆さん予想どうですか。まあ、コメント欄とかでいただけましたらね、うん、まあ、そういう予想もあるんだなというところで、皆さんでねけんけんがくがくしていけたら、あと3日でね、はい、というところで、本日はですね、チェンソーマンですね、チェンソーマンの新たな情報ですね、8月5日に
さらに解禁になりますよという動画でございました。こういった話題もね、続々とやっていきたいなと。ちょっとね、若干パソコンの調子が悪くて、はい、更新率が悪くてすいません。というところで、はい、チャンネル登録、グッド評価などいただけましたら最高です。それでは、次回の動画でお会いしましょう。また。